サニカポムチューマコモンガ、今回はですね、去年1年ぶりぐらいに久しぶりにタイの、ファッション誌の方にお呼びがかかり、今回ですね出演することになりました。もうちょっと今までしたことのないヘアスタイルとか衣装とか撮影のシチュエーションもすごい面白い設定になっているので、その辺の方もすごく楽しめると思うので、タイの皆さん、そして日本の皆さんもすごい楽しめる雑誌になるんじゃないかと思っているので、最後まで期待してください。